まずですね、小鉢は血合いをバルサミコで煮たものです。でお隣が、トマトの中に、ラムとラム肉ですね、ラム肉とあとラムレーズンか、ラム肉とラムレーズン、はい、臭みはないんだ。そんな多分大丈夫だと思います。でお隣が、タイの白子のお豆腐にしたものに上に、吹き味噌ですね、が乗っております。でお隣が、ちょっと葉っぱで見えないんですけれども、そら豆がですね、あの中にクリームチーズと生ハムが入っております。でその下がウドを、エクソージャンで和えたものです。でお隣が、セロリを梅で煮たものですね、紅梅になっております。で最後吹きがアンチョビで炒めております。吹きがアンチョビだって、はい、いただきます。